防空艦。防空艦とは、防空を主任務とする軍艦を指して用いられる故障。艦種としては、駆逐艦や巡洋艦として建造される場合が多く、防空艦という艦種は存在しない。1903年のライトフライヤー号の初飛行以降、各国は、有人動力飛行機の軍事利用の研究に邁進し、1914年に、 勃発した第一次世界大戦では早くも大規模に実戦投入されることとなった。当時の航空機はまだ性能が低く、対艦攻撃力として期待し得るものではなかったものの、飛球などの軽航空機も含めて、偵察手段としては有望視されていたことから、艦艇側も素早く反応し、これを劇場するための対空兵器を装備するようになっていった。しかし1 9二十年代末頃までは、 航空機の性能、武器、戦術等の黎明機にあたり、艦隊にとっての深刻な脅威とは受け止められておらず、従って本格的な航空攻撃対処能力も求められなかった。第二次世界大戦直前の時点でも、航空機による対艦攻撃はまだ短期ないし少数機による散発的なものに止まっており、多数機による組織的なものには至っていなかった。 しかし艦上機部隊は副用機から単用機へと転換しつつあり、また日米英海軍の洋上航空兵力も増強の一途をたどっていた。このことから各国海軍では軽空脅威の増大を次第に意識するようになり各艦の自衛防空能力の強化を図っていった。イギリス海軍の大同級、アメリカ海軍のアトランタ級といった大型の防空用軽巡洋艦や 大日本帝国海軍の秋月型駆逐艦のように、防空に特化した艦も建造されたものの、水上艦艇全体からすると特殊例にとどまっていた。対戦中、軽空脅威は極めて急激に増大し、これに対抗するため、各国軍艦の艦艦上には、各種機銃や広格砲が次々に増備されていった。しかしこれらは、臨時装備であるために非効率な部分が多く、 また特に対空戦闘時に、球弾通路や砲側に極めて多数の弾薬火薬が存在することになることから、ダメージコントロールの面からは大きな弱点ともなった。この面からは、フランス海軍が対戦後に進行させたドグラースやコルベールのように防空型に特化した単能艦の整備が望まれた。またレーダーや通信機などの技術進歩や、 CIC コンセプトなどの指揮統制能力強化を背景として組織的な対艦攻撃に対応するため艦隊防空の組織化も図られた。しかし、対戦末期には米英海軍以外の強力な海上航空兵力が消滅し、洋上での大規模航空攻撃の外然性が低くなっていた。また軍艦という兵器は対応年数が長いため過度の特殊化を図るよりは ある程度バランスの取れた汎用性を備えることが望ましかった。この結果、対戦集結時点で実際に連合国が保有していた水上戦闘艦のほとんどは、対空、対戦、対水上の戦闘能力のバランスが取れたタイプとなり、防空特化型の弾能艦は少数派であった。対戦後のアメリカ海軍では、 アトランタ級で搭載していた38口径 12.7cm 砲よりも長射程で発射速度も高い54口径 127mm 単装速射砲 MK425 インチ砲を装備化しこれを搭載した防空巡洋艦も検討された。しかし主にコストパフォーマンスの観点から議会はその建造を拒否し防空艦としては 同砲を搭載したミッチャー級やファラガット級といった大型駆逐艦 DL が建造されることになった。第二次世界大戦後、航空機は急激にジェット機へと移行していった。1950年の朝鮮戦争では大規模に実戦投入され、これによってさらにジェット化が進展することとなった。軽空脅威もプロペラ機時代には、 多数の低速機によるものであったのに対し、ジェット化に伴って、比較的少数の高速系と、その様相を変じていった。このような高速機に対しては、近接進化や、レーダー FCS の支援を受けても、方向兵器では、対処が困難であった。一方、この時期に実用化されつつあった誘導ミサイルであれば、方向兵器と比して、射程、命中精度の面で大きく優れていた。 大規模な航空攻撃への対処という点ではあまり適していなかったものの生産技術や経済的な観点からかつてのような大規模襲撃の外然性は低下しておりこの面での懸念も払拭されようとしていたこのことから艦隊空ミサイルによる艦隊防空が施行されることになったアメリカとイギリスではそれぞれ1943年頃より 艦隊空ミサイルの開発に着手しており、対戦末期に日本軍が行った特別攻撃、特攻の脅威を受けて開発は加速していた。アメリカでは1944年に開始されたバンブルビー計画を基本として開発が進められており、ここから派生した中射艇型のテゲアは1948年本命と位置づけられていた、長射型のタロスも1950年は、 試作に入った。これらのミサイルは、まず既存の巡洋艦への回収によって装備化されることになり、1955年には、ボルチモア90巡洋艦をもとにテリアを搭載した、ボストン級が最終駅したのを端緒として、順次に改造が進められた。しかし特にテリアは、より小さい駆逐艦ベースの船体でも、十分に収容できることが判明したことから、 巡洋艦への改装はそれ以上行われないことになった。代わってファラガット級がミサイル艦として設計変更されることになり、これを端緒としたミサイルフリーゲート DLG の整備が進められた。しかしこれらも駆逐艦をベースにしているとはいえ、通常の艦隊駆逐艦より一回り大きく大量建造は困難であったことから、1951年1月には、 護衛駆逐艦程度の艦にも搭載できる射程程度の対空ミサイルの開発要求が発出された。これに応じて、テリアの開発計画から派生する形で開発されたのがターターであり、1955年初頭には開発計画が認可され、1957年度からはこれを搭載したチャールズ・カイ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の建造が開始された。 また各国も競って、同ミサイルの導入を図ったものの、高性能ではあるが、あまりに高価であり、導入は一部の防空艦に限られることが多かった。またイギリスは、シースラグ、フランスは、マズルカと、それぞれ国産のミサイルを配備した。一方、西側諸国海軍の仮想的であったソ連海軍は、1950年代後半より、 対艦ミサイルの装備に注力していた。1970年代以降は長射程、高速化を図るとともに、プラットフォームも充実し、重大な脅威として顕在化した。アメリカ合衆国ではこれに対抗して、テリアとターターは共用化を進めつつ、改良を重ねて、スタンダードミサイルに発展、また艦上システムや、 レーダーもデジタル化とソリッドステート化などの技進歩と共に改善され、海軍戦術情報システム、NTDS の配備も進められた。このように美法的なシステム化が進められたものの、これをもってしても、1970年代中期以降に、著しい向上を見たソ連軍の対艦攻撃能力に対しては、不十分と見積もられた。このことから、アメリカ合衆国では、 統合システムとして完全に設計を刷新したイージスシステム AWS が開発された。またこれと関連して、これまでは補足レーダーや追尾レーダーなど、それぞれ独立して存在していたレーダーを統合した多機能レーダーが開発された。その宣伝をつけたのはイージスシステムの案、スパイマイナス -1 であるが、ヨーロッパでもアスターサムに対応したアラベル、ヘラクレス、サンプソン、 A やインペハー、フッツイなどが、また、ドイツやオランダでもスタンダードサムに対応した、アパーなどといった機種は開発されている。ソ連海軍も、第二次世界大戦の教訓から、対空兵器の開発に注力し、主持のサムを開発していた。1955年からは、防空軍の S-75、SA- 日地対空ミサイルを艦載化した、M、M-2 を、 スベルドロフ9巡洋艦搭載する計画がスタート、また1957年より設計が開始された81型原子力防空艦では、長射程の M-3 及び短射程の M-1 という2種類の艦対空ミサイルの搭載が予定されていた。しかし原子力防空艦とともに M-3 の計画は中止され、M-2 も ゼルジンスキーに搭載されて1957年より試験に入ったものの関西運用するにはシステム規模が課題であると評価されて装備化されなかった。単射艇の M-1 のみは順調に開発が進み1962年に収益した。一方、1959年からは1126型原子力防空間用として 長射程の M-31、2K11 地対空ミサイルの艦載版、および中射程の m 十一の開発が着手されたものの、九百六十一年の百二十六型の計画中止に伴って、これらの開発も中止された。その後、m 十一の開発のみが再開され、九百六十七年春行の百二十三型対戦寿命館、モスクワ級で、 装備化された。このように、乗車艇の艦隊空ミサイルが装備化されなかったのは、ソ連海軍が大規模な編成の艦隊を紛争に投入することを考えておらず、艦隊空ミサイルは基本的に古間防空用として捉えられていくことに由来すると推測されている。その後、九百六十年代中期より空番と多目的対空ミサイルの開発が開始されており、後に、 S-300 回フォールトに発展して、大型対戦艦、アゾーフ、1134バイト F 型での試験を経て、ソ連海軍初の長射定サムとして1984年に収益した。また、同時期に艦隊配備された M-22 も、基本的には、股間防空レベルのシステムではあるが、ある程度の多目標処理が可能であり、 艦隊防空能力もあると考えられている。中国人民解放軍海軍では、ロシアから M-22 搭載の高州級駆逐艦を導入して防空ミサイルの運用能力を獲得した。その後、例後に B 型では M-22 の発展型にあたるイナス -1、そして例後に C 型では S-300F と同系列の国産ミサイルである。 HHQ-9A を搭載した。英語 1C 型では S-300F の発展型に当たる GIFM となったが、英5 2D 型では再び国産の HHQ-9B となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。